Guten Tag! 今回はスーパー GT ファンの中から選ばれた ZF ファンレポーターの方に登場していただきたいと思います。それでは早速どうぞ。こんにちは。自己紹介をお願いします。はい、東京都から来ました毛利です。私はモータースポーツが大好きで、自分でレーシングチームからレーシングカーを借りてサーキットを走行するのが趣味です。本当に根っからのモータースポーツファンということで。そうですね、はい、大好きです。ちなみに毛利さんは今日どなたにお話を伺ってみたいと思いますか？はい、チームスタディの鈴木監督です。その理由は、私は BMW がすごく好きで、普段から GT3 マシンを応援しています。なるほど。それでは早速参りましょう。よろしくお願いします。お願いします。ではお話を伺うのは BMW スポーツトロフィーチームスタディの鈴木監督です。それでは早速毛利さん、インタビューの方をよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回真夏の鈴鹿、しかも1000キロの耐久レースということで、はい、タイヤの選択というのが難しいところだと思います。はい、ポイントとなるのはどういったところになるんでしょうか？そうですね、非常に長距離の、はい、レースになりますので、通常であれば4回ピットインをして、はいはい、要するに、5スティント5個に分けてこう走ることになると思いますけれども、基本的には、いろいろな作戦の立て方あるんですが、はい、予選も踏まえた、ちょっと柔らかめのタイヤをできるだけやはりその、最初の方には使いたいと、はい、でただそればっかり使ってるとタイムはいいんだけど、またもっとピットインしないといけないので、はい、その辺をそのいかに硬いタイヤをこう組み合わせていくかなというところがポイントになると思います。ありがとうございます。はい、また前回の富士ではストレートが長い富士なんですけれども、はい、決勝ではファステストラップも記録されてましたよね。はい、その秘密っていうのはどういったところになるんでしょうか？まあそうですね、いかにあの富士で、はい、あのタイムで出したというのはいかにやはりコーナリングが良かったか、はい、あとはブレーキングの突っ込みが良かったかっていうところだと思うんですね。はいはい、他の GTR ですとか、はい、SLS に比べると最高速ではもう8キロぐらい。そんなになんですか？そうなんですね。ですからもう逆にSLS とか GTR だと、はい、最終コーナーでもお尻突っつくぐらい行っても、はい、結局その後スリップにも入れないんですよ。はい、もうピューッと離れていっちゃうんですよ。でもその中でもタイムやっぱりもっとね、それよりもいいタイムが出せたっていうのはもうそんだけやっぱり本当にドライバーがコーナリングとブレーキで頑張った証拠だと思います。ありがとうございました。とんでもないです。鈴木監督、毛利さん、どうもありがとうございました。それでは次回は第6戦スゴです。お楽しみに。